セムラとは、スウェーデン、フィンランド、エストニア、ノルウェー、デンマーク、フェロー諸島、アイスランドなどで様々な形で作られている伝統的な菓子パンで、四純説、特にほとんどの国では、シュローブチューズデーにちなんで作られている。セムラは、ドイツ語のゼンメルからの借用語であり、もともとは、ラテン語で、小麦粉を意味するチモラから派生したもので、また、これ自体がギリシャ語の、 シグマイプシロンミューデルタアルファーラムダイオータカラの借用語で最高級の小麦粉やセムリナの名前として使われていた。スウェーデンの最南端スカニアやフィンランドのスウェーデン語を話す人々の間ではファストラックスブルと呼ばれ、デンマークとノルウェーではファストラベンズベルと呼ばれている。日本のシンガーソングライターのカジヒデキはセムラを題材としたセムラソングという楽曲を発表している。 温かいミルクと一緒に食べるセムラデンマークのセムラ、スウェーデンのセムラフィンランドのセムラスウェーデンとフィンランドでのセムラはカルダモンで味付けした小麦粉のパンの上部を切り落としミルクとアーモンドペーストを混ぜたものを詰めホイップクリームをトッピングする。切り取られた上部は蓋の役割を果たし粉砂糖がまぶされる。コーヒーや紅茶と一緒にそのまま食べることが多く、 またホットミルクを入れたボウルに入れて食べることを好む人もいる。フィンランドではアーモンドペーストの代わりにイチゴやラズベリーのジャムを入れることが多く、フィンランドのベーカリーでは通常両方のバージョンを提供している。多くのベーカリーでは伝統的なパンの上にアーモンドを飾り、ジャム入りのパンには粉砂糖をかけることで両者を区別している。フィンランド語やスウェーデン語ではセムラは パンやバターに使う、普通の小麦のパンを意味し、菓子パンを意味しない。ある時、スウェーデン人が市純説の順守に嫌気がさし、クリームとアーモンドペーストを加えて、シュローブチューズデーとイースターの間の毎週火曜日に、セムラを食べるようになったという。一部のベーカリーでは、チョコレート、マジパン、ピスタチオなどを加えたレシピが考案されている。ホイップクリーム、 ジャム、粉砂糖を添えた、ノルウェーのセムラノルウェーでのセムラは、カルダモンで味付けした小麦粉のパンの上部を切り落とし、ホイップクリームを詰め、ジャムをトッピングしたもので、切り取られた上部は、蓋の役割を果たし、粉砂糖がまぶされる。このパンは、シャニクサイの日曜日に出されている。以前は、シュローブチューズデーに出されていた。デンマークのベーカリーで、シャニクサイの時期に売られているものは、 シュー生地にホイップクリームやジャムを詰め、上にアイシングをしたものが多い。家庭では、普通のイースト生地にレーズン、時にはビターオレンジの皮の砂糖漬けなどを混ぜて、通常のパンに近い形で焼いて食べることもある。アイスランドでも似たような方法で作られるが、シュー生地の代わりにペーストリーを使うのが一般的である。フェロー諸島では、シュー生地にバニラクリーム、 ホイップクリーム、ジャムが詰められ、チョコレートのアイシングが施される。セムラは、本来温かいミルクの入ったボールで食べる、普通のパンを意味していた。だが、今ではこれはスウェーデン語でヘトバグと呼ばれている。セムラは、本来、四巡節前の最後のお祝いの食べ物として、シュローブチューズデー、または、四巡節前の3日間に飲み食べられていた。しかし、 プロテスタント宗教改革の到来により、スウェーデン人は、四純説の厳格な断食を行わなくなった。温かいミルクの入ったボウルに入ったセムラは、シュローブチューズデーとイースターの間の毎週火曜日の伝統的なデザートとなり、今日では、クリスマス直後からイースターまで、毎日お店やベーカリーでセムラが販売されている。スウェーデン人は、 自家製のセムラに加えて、ベーカリーで作られたセムラを年に平均4から5個食べている。スウェーデンのアドルフ・フレドリク王は、1771年2月12日、ロブスター、キャビア、ザワークラウト、燻製ニシン、シャンパンなどの食事をした後、王の好物のデザートであるセムラを食べて、消化不良で亡くなった。セムラは、2006年のヨーロッパデーに、 e u 議長国であるオーストリアが行ったカフェヨーロッパにフィンランド代表として選ばれた。ありがとうございます。